日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターダックスのサッカー商品を食べたいと思います。桜ドーナツ、桜フラペチーノとラテ、そして桜のショーネギと新発売のカスタードプリンケーキというのも食べて向かってみました。どれも美味しそうですよね。やっぱり春は桜ですからね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。クリームがたっぷりもあるのでラテから飲んでいきたいと思います。ではスタバの桜は甘酸っぱくて美味しいな。今年のお花見初めてにしては上々。やっぱり桜というだけで甘酸っぱい味わいの商品が多かったですね。でじゃあフラペチーノもラテも甘酸っぱさも冷たさあなたの味とマッチしている。とっても美味しかったです。一足先に春を感じることができました。で桜ドーナツとシフォンケーキもそれぞれ桜さんも感じられていましたね。個人的にはやっぱり食べ応えのドーナツの方が好きでしたね。そしてカスタードプリンケーキ、これは本当にカスタードプリンのような味わいで、カラメルのほろ苦さとクリームの濃厚さがとってもマッチしていて美味しかったです。あまり甘すぎないのも良かったですね。というわけで食べ物の方では桜ドーナツを代表でこちらの点数、飲み物の方はこちらのフラペチーノを代表でこちらの点数で見ますと、どっちも5点じゃないかと突っ込まれそうです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。